歌舞伎座タワーは東京都中央区銀座に位置する複合施設である銀座歌舞伎座におけるオフィスタワー。歌舞伎座の建て替え事業として建設された第55回 b c s 賞2014年度日本校構造協会業績表彰業績賞2014年度照明普及賞第24回赤賞特別賞を受賞。 小竹は1990年代、老朽化が深刻化した第4期歌舞伎座の建て替えの検討をはじめ、一時は劇場をビルの中に入れ込む案も検討されたが、2005年に設置された歌舞伎座再生委員会は、建て替え超高層オフィス棟という草案を導き出した。それに基づき、設計を担うことになった三菱地所設計。 熊健吾建築都市設計事務所は、第4期歌舞伎座のイメージやホール音響の良さを継承しつつ、劇場機能を向上させることと、背後に高機能なオフィスタワーを併設するという、与えられた命題を解決すべく、第4期歌舞伎座を徹底的に調査した。その結果、多くの人々に親しまれてきた第4期歌舞伎座の正面前提から大間を経て、客席、舞台に至る。 空間構成を踏襲しつつ、舞台上部にタワーを重ねるという土木的スケールのメガストラクチャーを採用することによって、劇場の各エリアを拡張し、機能性を高めるという整備手法を編み出し、建て替え工事に入り、2013年4月2日に、歌舞伎座タワーと歌舞伎座からなる複合施設、銀座歌舞伎座が開業した。タワーは地下4階、地上29階建てで、 タワー劇場正面は細長い格子をはめ込んだ和風も団長にし、それ以外の3面は一般的なオフィスビル同様、ガラスが多用されている。また開発にあたっては、銀座の都市再生に貢献すべく、都市再生特別地区に採用され、容積率が緩和されている。地下鉄東銀座駅と直結したオフィスビルで、歌舞伎座タワーとしての正面は昭和通り側となる。 舞台上部にタワーを配置しているため、乗用エレベーターを足元まで下ろすことができない。このため、1階エントランスから5機のシャトルエレベーターで一旦7階に運び、スカイロビーのある、この木座橋で乗用エレベーターの乗り換える。オフィス階は7階から29階の23層で、1フロアの面積は約1700平方メートルの部柱空間が実現され、 北西向きの貸室となっている。また、歌舞伎座の背景となるタワー南立面の開口面積を減らして、シンプルなファサードとし合わせて夜間に事務室の光が外に漏れないようにするため、コア部分は南側に配置した。地下2階に配置された小菊町広場は、劇場客席真下にあたり地下鉄東、銀座駅コンコースと、同一レベルでフラットに接続され、 災害時には一時受け入れ施設として帰宅困難者約1000人の収容が可能となっている。ありがとうございます。